小学生に関してはとにかくいろんな感覚を身につけるっていうことを大事にしています。言葉で言っても分かんないので、どっか道具を使わしたり、どっかになんか置いたりして、こういう時にはこうなるとか、僕たちがこういう走り方してほしいなと思ったらそうなるように工夫をするとかしてます。感覚なんて言葉では説明できないじゃないですか。子どもたちが違いをこう感じると、1本目はこうやって何もなしで行って、2本目はこうやって行って、1本目と2本目の違いは何だろうってことを体で感じたり、それができるようになるっていうことだけでもまあいいと思うんですよ。それがなければそこから言語化されていって、で中学校高校で指導者にここがこうなってるからこうしろって多分言われると思うんですけど、そういうなんか感覚がない子どもにこうしろって言われても、何がどうなってどうなってんだよ、どうしろって言うんだよってなると思うんですよ。だからまずは体の研ぎ澄まされたセンサーっていうのを起こしたいなっていうのが僕の考えです。